前足吐いたらすねかじり両足両足四足歩行の反抗期でも歌は違うんだよ。イェイイイハローみなさんこんにちはみんです。言わせてやったぜ歌ってちょっと違うんです。<noise> はいまあ、こんなことをしてると何言うか覚えてなくなっちゃうから、まあ、早速言いますえ本日はえ「プロにとっての良い音とは?」ですひもじどうぞ前足伸びたら右腕だ。やだ右腕伸びたらピン <laughs>、ね、前回の歌覚えてないですよ覚えてるよじゃあ何 前は知らねえよ。違う。聞いたことあるかどうかは覚えてるよ。あれ音聞い僕ね、5月からやっててさ、全部やったかやってないか覚えてるってすごいしょだから、俺に何かしてる、一生覚えてるから。ね。じゃなくっと、うそんなことしなくて、みやびにあんなことやそんなことされてるからさ。してないんだけど。してないから。えーね、緊急配信および緊急熱く語った動画。 の後、うん、初のね、うんえー、アンティームから帰ってきて、みやびと二人でやる語り動画、これが初なんですが、うんえ、その話はね、あの次の動画で、アンティームどうだったかとか、うん、のについてまた話します。はい、ただ、なんかね、えー、っともうね、えー、あ、そうか、言えねえや。俺、本名言うことになっちゃっと今、危ねえ、言いそうになった。えっともうね、たさん、まあ例えば僕が名前がひも、ひも、 もうめちゃ仲良しやん。なんかね、僕が嫌いじゃん。敬語使われるの。デスマスとか。で、名字で呼ばれるのすっげえ嫌いじゃん。で、言ったのよ。昨日。あのまたメッセージで。文字打つの早すぎますって怒られたんだあ、じゃあゆっくり行きますって言って。で、あのね、そういう理由なんで、どう呼びましょう っていうかもうあの芸名こうで本名こうなんで「うん、ちゃん」って呼んでください、うんあ「さん」って呼んでくださいって言ったら「うん、じゃあ僕どうするべですかね」ってなってあ「じゃあ綿さん」って言ったら「あそれでいきましょう」ってなって、うん、で最初、まあ、ひもさんって感じだったんだけど「うん、いやひもちゃんにしよう」って言って「ちゃん」になりました。 ひもちゃん確かにダメだよね、なんかか敬語とか上の前雅美、ね、にも,もうまず出会ってやったことはタメ口聞けって言って、うん、結構ね12か月ね、うん、敬語とタメ口混ざってたの、慣れなくて、うん、なんかしかもあの名前もその人まほなくてひもだったら「ひも、うん」って言えみたいな呼び捨てにしろって言ってこの人普段、人前では「さん」つけるけど、うん、一応じゃないとまずいんで。うん それ以外は呼び捨てされてる。それでオッケーなんで僕は。でもなんかね、マジで最初ね、え、どういうことみたいな。いや、嫌なの嫌なの偉そうにすんの。っこんなやつが偉いわけないじゃん。なんでよ。いいんだよ、みんなタメ口で。俺は敬語使うんですけど、そういうの。そう、そうなのよ。すげえ丁寧なんですよ。いやらしい。でも自分にやられるの嫌なの。逆にね、いい男だ。いいね、いいの。いいっす。でね。 えー、プロにとってのいい音、うん、もうこれね、たさんとかにもね、誤解されてる程度なと思って、うん、言っとこうかなと思ったんですけど、うんで、みんな多分誤解してます。うんうん、まず衝撃発言をしますが、うん、皆さんが思っている、つかリスニングでいい音、うん、我々プロは求めていません。<ー>それはいい音じゃないんです、我々にとって。うん、なぜかというと、うん あのね、まあリスニングで例えばいいよ、だから、あの、なんだろうな、例えばモニターヘッドホン。うん、まあ、プロじゃない人たちがレビューしてて、うん、これはいい音ですって言ってんじゃん。うん、絶対買わないんですよ、俺ら。うん、なんでかっていうと、いい音が聞きたいんじゃないんですよね。うん、皆さんのいい音だと思っている、うん、いい音が聞きたいわけじゃないんです。うん、仕事でモニターで、これレコーディングの場合います、ミックスとか。うん、で、使うんで、うん 悪い部分が目立ってくれなきゃ困るんです。うん、悪いところが見つかるヘッドホンが、イヤホン、まあ、イヤホン使わないですけど、うん、レコーディングあの。悪いところが分かるのがいい音なんです。うんうん、自分たちがレコーディングとかミックスしてて、あ、ここダメだ。ここがダメだ。うん、ここがダメだって分からしてくれるのがいい音なんです。うんうん、だから、そこで、いい音で、 例えばリリックみたいなんで聞かされてしまったら悪いとこ分かんなくなっちゃう。うんうん、それじゃ仕事できないんですよ。うん、確認では使うよ。うん、僕が作った音がミックスした音がじゃあリリックでどう聞こえるんだろうとか、うん、あの他のものでどう聞こえるんだろうっていうのは確認するけど、うん、作業時にはもう悪いところが目立つ。分からしてくれる。うん、ここはこうなってますよ。 低音出すすぎてままよよんでますよボーカル出しゃばってますよ、うん、とかシンバルうるさいですよ、うん、とか分からしてくれるのがいい音なんで、うん、だから僕らがいい音だってプロとして言う時ただまあこのレビューは一般の方を対象にレビューしてるんでリスニングの視点でいい音かいい音じゃないかやってます、うん、そこは使い分けできます僕らは、うん、当然、うん、ただプロが道具として使う時もしくは プロとして相談されてどういうのがいいですかって言われた時はそれを前提におすすめするんで、うん、それ聞いた時にえなんでこんな悪い音なのって思われること結構あります、うん、でもそうじゃないとダメなので、うん、でプロにとって前も話したけどフラットモニターのフラットっていうのは悪いところが分かるためのフラット、うん、フラットだったから平面でなんかでこぼこしてたら目立つじゃん、うん、でそこを直せばいいから。うん そのためのフラットなんで、うん、リスニングのフラットとはまた違う。うん、で、解像度っていうのが必要になって、うん、これまた別動画で、えー、解像度とか分離とか定位とか専門用語の、まあ、初心者向けのこんな感じのことですよっていうのを説明入れますけれども、うんえー、今日はちょっとそれは割愛しますけど、うん、だから、ねまあ、例えば、 プロ用の例えばヒモホンがね、うん、僕何でもチューニングできるじゃないですか、うん、でじゃあプロ用のモニターを作ってくださいって視聴者の皆さんから言われるとするじゃないそしたらもう完全に仕事で使えるやつを僕はチューニングするけど、うん、果たしてそれを聞いて何人が満足するか多分リスニングには向かないチューニングをするので、うん、プロ用とは全然違うので、うん だからまあね、まあ、全然ねこれ誤解してほしくないんですけど別にモニターを否定してるんじゃなくてモニターサウンドが好きでその音が好きでリスニングで聞いてて最高だって思ってる方はそれでいいんです別にそこは否定してないんで自分がいいと思った何度も言いますけど自分がいいと思った音が正義だし最高なんで誰に何を言われようが気にせずこれが最高だとだからそれを人に押し付けないでくださいっていう話を僕はいつもしてるだけで。 これすげえいい音だからこれ聞かなきゃダメだよとかっていうのはやめましょうっていうだけなんで、うんうん、なのでね結構結構プロにとってのいい音って何ですかって聞かれたりするので確かに気になるな、うん、これがまたねじゃあステージ上のイヤモニのいい音とミックスする時の音違うんですよやっぱステージ上のイヤモニは 自分たちの演奏だったりがちゃんとモニターできてライブするのに差し支えないチューニングがされているものが良しいい音なんでそれはレコーディングと違うしフィールドフィールド,ールドって現場ね現場のテレビとか映画の音声さんが使っているヘッドホンはその現場音現場の音声がちゃんと聞き取れてダメなところが今ノイズ入りましたとか えっと今飛行機の音入りましたとか,、うん、なんか分かるのがいい音なんでんじゃあそれがリスニングに向いてますかって言ったらそれはまた別の話になるからうん、うん、確かにまあそこがね全然だから何だろうねまあねひろみさんが DIY でテレビでこう電動ドライバーとか、うん、まあ,あれインパクトって言うんだけどバ、うん、ーってやってるけど、まあ、一般の人たちが趣味で使うやつ、うん の良さとプロが使うプロになるともうインパクトって電動じゃなくて大工さんは電動使うけど、うん、まあうちのチーメカさんとかはもうエアエアコンプレッサーで空気でバーって回すやつ、うん、じゃないと対応できないんで、うん、ですごい重いし、うん、でもそれは 本当の職人プロが使うにあたっていいものだから使ってるわけで、うん、まあ評価が違うんでやっぱ一般の使い方とプロの使い方、うん、いい悪いの基準がそれと一緒であとまあね料理とかでもプロ用の調味料とかああんかいくよね、うん、一般用とか、うん、でもプロ用使ったからっておいしく作れるわけではないじゃない,、うん、いそれと一緒なので、うんうん だからね、プロにとってのいい音っていうのは必ずしも一般の人たちに向けていい音になるかっていうとそうではないので、うん、まあちょっとその話をしとこうかなと思って。はい、だからまああれなんじゃないのうんなんだろうね。みやびも例えば女優俳優で言うなら、うん、女優俳優として演じる側としていい芝居と。うん 見るる側としていい芝居違ったりすじゃな確かに見る側はこの芝居すごいいいって言ってるけどする側からしたらえこれミスってんだけどあそういう違いがあるんですよプロと一般ではそれちゃんと言っとこうかなと思って確かになまあこの話を受けて思うことがあったら3分28秒コンマ64で分秒コンマ四ね喋ってくださいまとめを分かった というわけで私はドロンシーシュッシュッシュッ。<laughs> まあ3分28秒、コモ6秒。えっと、思ったことっていうと、これ難しい議題ですね。思ったことですか。まあなんか、なんだろうね。それも一つのなんか、なんかわかんないけど、これ価値観と言えるのかな。それもまた、なんか、女優業とかだったら。なんか自分、私で置き換えたら、まあ舞台とかで、やっぱ舞台って生もの、 だからこそ、うわここちょっともっとこういう感情できたし今絶対ちょっとなんかもう「じゃあセリフ言ってますか」感あったなーっていうところが意外とあの、ツイッターとかのハッシュタグ見てあの、エゴさすると「このシーンすごくよかったです」みたいなコメントをねいただくと「え私ちょっと違ったのに <laughs>」みたいなことがよくあるからそう思うとやっぱ音もそうだしなんかそういうなんだろうプロと。 そのまま素人っていうジャンルがある以上はきっとそういうなんか違うなんかね、こうなんていう,こう価値観というか見方があるのかなと思うのでなんかいい参考になりましたねって感じで今3分28秒5も 6, 6分いたから OK です。カチンありがとうございます。<laughs> はい、皆さん今日ありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。